俺の名前はセコだ。サークルの先輩のおかげでそれほど苦労せず入社を決めたごく普通の新卒だ。今日からお世話になるセコダです。よろしくお願いします。おお、元気のいい挨拶だ。君は営業部に推薦しようかな。元気よく挨拶すればできる社員と思われると思ったらちょっとやりすぎたか。まあ仕方ないか。レシオタイム。配属された当初はやる気でみなぎっていた俺だが、セコダ君、昨日出してくれた書類、ホチキスの止める位置逆だったよ。え、止める位置って決まりあるんですか？研修で習っただろう。すいません、気をつけます。上司はとにかく細かい。締め切りを守ってるのになんで怒られるんだ。給料も安いし理不尽だし、もっと楽して仕事ができたら。そんなの無理か。まだ仕事してたんだ。アクネさん、お疲れ様です。頑張ってる君にこれあげるよ。え、これなんですか？うちに来たお客さんに出す高級茶菓子さ。え、ダメですよね。大丈夫だよ、どうせバレやしないし、もったいないだろ。社会人たるもの、大人の味を知っておかないとだろ。ありがとうございます。先輩にもらったお菓子、親戚のおばさんめちゃくちゃ喜んでたな。できる営業マンはどういう人間か知ってるか？自分の会社を大きく見せるための話し方も持ってるし、サボり方も一流なんだ。つまりずる賢いやつが正義なんだよ。アクネさんはうちの営業部でも上位の成績を残す先輩だ。仕事ができるようになるにはずる賢さも必要なのか。そんな俺も外回りを任されることになった。初めての出張、ワクワクするな。セコダ君、何しようとしてるの？え、何って。そんなところで切符買ったら損だよ。そういえば学生時代にサラリーマンが金券ショップで新幹線の切符を買ってたっけ。アクネさんは安いお店を知ってるのかな？買うのはこれだけ。え、入場券だけですか？でも行き先は大阪ですよ。いいから買え。はい。入場券を買って新幹線の改札を通った。大阪行きの切符は買わなくていいのだろうか。先輩、大丈夫ですか？乗っちゃって。堂々としてれば大丈夫だよ。ま、大阪までまだ時間あるし、パーッとやろうや。まあこれから商談というのに、この人はお酒を飲み始めている。本当に大丈夫なのだろうか。本当に大丈夫ですか？僕、入場券しか買ってないんですよ。どうしろって言うんですか？アクネさん、こっちです。おう、ありがとう。先輩の知り合いなのか？よし、これで出るぞ。え？東京駅で購入した入場券はどうすれば？そんなの捨てろ。この券で出るぞ。さっき男から受け取ってた券、大阪駅の入場券だ。本当に問題ないのか？大丈夫なのか？やっぱりバレた。すみません、ちょっといいですか？ダメだ、絶対捕まる、絶対に捕まる。ダメですよ、こんなくしゃくしゃにしたら。こっちから出てください。え、大丈夫だったのか？遅いぞ、セコダン。待ち合わせ時間に遅れるぞ。遅刻は社会人の恥だぞ。はい。俺、今悪いことをしたんだよな。でもこうやって先輩は涼しい顔をして普通に仕事をやろうとしている。バレなければいいってことか。出張万歳だな。仕事は早く終わるし、会社からお小遣いももらえるし。先輩、今日の大丈夫でしたか？大丈夫に決まってるだろう。これから出張するときはやるといいぜ。万人紹介してやるからよ。万人？バカ、協力者のことだよ。俺は先輩からキセル乗車のやり方を聞いた。
確かにその方法でやればお金が浮くかもしれない。最初は給料を補填するつもりでやったのだが、何回もやるうちにこのやり方は絶対に捕まらないことが分かった。では14時着で準備します。番人を探せば余裕だな。誰にも迷惑をかけないし最高じゃないか。お前最近太った？え、そうですかね。ちょっと太ったかもですけど、出張先のご飯が美味しくて。出張ライフ楽しんでるようだね。楽しめよ。もちろんです。さあ今日は名古屋だ。さて味噌カツ、エビフライ、たらふく食べるぞ。ん？警察が来るから引き返せ。なんだよ、いつもウェルカムなのに何がダメなんだよ。こっちはもう名古屋駅に着いてるのにどうすればいいんだよ。そうだ、入場券をなくしたことにしよう。それならいける。どうされました？10分前に入ったんですが入場券をなくしちゃって。では410円払ってくださいね。入場券3倍は惜しいが捕まるよりマシだ。待ってください、あなた本当に入場券忘れましたか？え、まあ。どの改札ですか？この改札ですけど。あなた本当にこの改札から入りました？私さっきまでいましたけど、あなたの姿見てませんよ。念のため確認していいですか？まずい、バレる。俺は事務所に連れて行かれることになった。最近キセル乗車を組織的にやっているのは君か。違います、僕は本当にやってないです。君みたいな人が最近いっぱいいて困るんだよ。あとは警察の人と話してね。警察？くそ、このままではまずい、逮捕されちまう。逮捕されたら今の会社もクビ、人生積む。信じてください、どうかお願いします。僕今の会社をクビになると育ててくれたおばさんに迷惑が。わかった、落ち着いて。今回は君を信用するよ。なんとかその場を回避することができた。これがずる賢い立ち回りか。余裕だな。キセルの件は回避できたが、打ち合わせには大幅に遅刻してしまった。お前はもう二度と遅刻なんてするな。すみません、上司にはひどく怒られ、俺の信用はなくなった。唯一の救いはキセルがバレていないことだ。こんなことになったのもアクネさんのせいだ。俺はもうあの人とは関わらない。この部署にいれば嫌でもアクネさんと顔を合わせることになる。またトラブルに巻き込まれるのだけはごめんだ。いっそのことアクネさんが移動すれば。いや、移動するのは俺でいい。こうして俺は別の部署の移動を希望した。先輩は最悪だったが、唯一良かったことといえばずる賢く生きる術を教えてもらったことだ。アクネさんみたいにずるいやつが社会では勝つんだ。俺ならもっと賢い立ち回りができるはず。へえ、この部署は居心地がいいな。同僚も頭の緩そうなやつが多い。上司が説教じみたやつで面倒そうだが、高級そうなお菓子もストックがあるようだし、つまみ食いもできるし、余ったら飯狩りに売り出しても良さそうだな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。